ですよクリスマス。早い。こんな薄着ね。本当に、撮ってるのは11月です。さあ、響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル、はい、今日の担当は森島修太と真野匠と伊藤正弘です。はい、よろしくお願いします。さあ、今回はですね、はい、後ろにもねこうありますね、うん、クリスマスパーティーを3人でやります。なかなかこういう機会じゃないと男3人でやることないですからね、うん、嬉しいですね。というわけで、はい、やっぱクリスマスパーティーといったら20度のスパークリングワイン、いや用意してくれました。そんな度数ないってボケるなら噛むなよ。そうなんだよね、噛んじゃったんだよね。はい、安心してください。ノンアルコールでございます。アルコールということにしておりますね。はい、はい、乾杯していきましょう。はい、ね、じゃあ、クリスマスメリークリスマス。メリークリスマス。乾杯。みんな Bluetooth で失礼します。 Bluetooth で Wi-Fi で Wi-Fi で Bluetooth だとね、超楽しみ。結構近づけないで。いただきます。いただきます。お、味は似てますね。本当だ。酔っちゃう。響きスタイル。ちょっとクリスマスのトークでもしていきますか。おい、クリスマス、クリスマスといえば、ちっちゃい頃、はい、いつぐらいまでプレゼントもらってましたか。僕は小学生まで。まで。サンタさんを信じていた。いや、信じてないんです。いや、もう疑ってました途中から。マジ。夢も希望もない。違うんですよ。だって他の家の、まあ、友達とやっぱどんなのもらったっていう話をするじゃないですか、うんうん、違うんすもん。僕要望を出したものと違うものが家に来るっていう。ご配送。ご配送。ご配送。ゲーム機とかを。ご配送で間違ってた。間違ってた。そうね。あれ。そうね。ご配送でちょっと返金対応みたいな感じで。なるほど。そういうことだったんだ。欲しかったゲーム機とかを頼んでも。うん、普通に漫画とか来て、おお、なんだって思って、でも他の人たちはその欲しかったゲーム機をもらえてるんですよ。お友達はね。で中学生になったんですよ、うん、で今年クリスマスプレゼント何がいいかって言ったら、サンタはいないよ。急に手のひら返すじゃん。え、待って、それまで信じて。いや、信じてないですよ。もう小4ぐらいで、いや、ないなってなったんですけど、うんうんうん、まあでも信じなきゃあげないって言われたから。いや、サンタさん今年何くれかっていう話をしたら、サンタはいないよ。伊藤くんは？僕も小学校低学年ですかね、まあ、結構凝ってて、うん、当時その携帯電話というより家電だったんですよ、はいはいはい、家電で、お父さんが注文するんですよ、サンタさんに。これ欲しいんでって思った時、うんうん、なんかそういえば日本語で喋ってんなって思うんですけど、ちゃんと番号とか出てて、へー、あ、じゃあよろしくお願いします。めっちゃなんか仕事先みたいな対応でサンタさんと話すんですよ。しかもなんでサンタさんの携帯番号知ってんの。でなんかそのパフォーマンスをしてくれて、うん、素敵な嘘ってあるなとは思ったね。まあ確かに、そう、うん、でもそうですね、結構ファンタジー、ファンタジーでしたね、あれ嬉しかったですね。森島さんは？俺はね、夜中にね、その僕の小さいベッドがあって、両親が必死に僕のベッドの下にこう入れようとしてる姿を目撃してしまった。一番嫌だわ。なかなか入んなかったんだろうね、多分。スプリングとか邪魔で、ね、パイプとか邪魔でね、入んなかったんだよ。それを目撃してしまって、なんかあ、もう、あって子供心に。ちょっと早いけど、まあちょっとね、ね、あれは幻だったのかなとかいう。優しい。さあ、というわけで、はい、クリスマスといえばですね、パーティーゲーム、うん、ございますね。パーティーゲーム、はい、ゲームということで、テリヤキゲームスさんのゲームで遊んでいきたいと思います。はいはいはい。最初に遊ぶのはサル、ゴリラ、チンパンジーというアナログゲームです。おダウトに似た、うんうんうん、嘘つきウッキーという遊び方で遊びたいと思います。はい。最初に手札を配ります。はい、そして、猿、ゴリラ、チンパンジーの順に宣言しながら、順番に1枚ずつ手札からカードを裏返して場に出します。お尻の方でね。で、嘘だって思ったらその場でウッキーと叫び、嘘を指摘します。はい。僕らも猿になればいいんだ。そうです。そして、その指摘したカードを確認して、嘘だった場合は
嘘をついた人が場のカードを全て引き取ります、うん、はい、はい、でもしそれが嘘じゃなかった場合は、うんうん、そのラッキーって言った人が場のカード全てを引き取ることになる。なるほど、リスクもあるんですね。そうで、一番早く手札がなくなった人が勝利です。はい、はい、最初はグーじゃんけんぽい。おお、あいこでしょ。おお、あいこでしょ。おー、じゃあ僕からでございます。マノウッキーから。マノウッキーから。サル、ゴリラ、チンパンジー、サル、ゴリラ、チンパンジー、サル、ウッキー、サルだよ。よこせ、ほらよ、はい、よこせ、欲しかったんだろ。ちくしょうめん。サル、ゴリラ、チンパンジー、サル、ゴリラ、チンパンジー、ウッキー、サルです。いいね。いいね。いいね。両サイドからさ、ゴリラしか。めちゃめちゃ。嘘つきの本物のやつです。両サイドからゴリラだけ。超いい。いきます。サル、ゴリラ。チンパンジー、サル、ゴリラ、チンパンジー、サル、ゴリラ、ウキ、ゴリラでーす。おーい、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 サル、ゴリラ、ウキ。いやこれは怖いよ、こんなに。いや、ここでいいか。おー、ゴリラ、ゴリラ、これは君にもらったゴリラ。やばい、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 まさひろゴリラが。でも上がっちゃう。ラスト1枚ですよ。ここで絶対刺さなきゃ、どっちにしろってことだよね。そうだよね。それでもなんか延々2枚とかになってたね。サル、ゴリラ、ゴリラじゃないでしょ、ウッチーでしょ。ウッキーだな。ゴリラ、ゴリラアンカー。さあ、楽しく遊んだところで、はい、ここからはですね、はい、クリスマス定番のプレゼント交換会を行いたいと思います。いや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 、はい、じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。はい、それじゃあプレゼント交換スタート。じゃあ、じゃあ、よいしょ、はい、じゃあ、はい、行きますよ。はい、はい、行きましょう。よいしょ、はい、はい、よいしょ。全然重さ違う。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ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 、海外の卒業みたいな。帽子だけ。おいしょ、おいしょ、おいしょ、イベント発生すんだ。はい、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 でけえ。ということで、じゃあ順番にプレゼント開けていきましょう。はい、どういう順番に行く？どういう順番で行く？小中大。小中大。小中大で。じゃあこれはもうすでに開けていきますか。伊藤君が、はい、買ってくれたやつですね。なるほど、こんなのもついちゃって。お、お、パッカーって書いてますか。ほう。これは？ペン。ペン。ペンでございます。おお。ペン。素敵。何？なんか。とてもおしゃれな。ですよ。おしゃれやん。これあれなんすよ、あんまりペンとかこだわりなかったんですけど、うん、スタッフの皆さんから誕生日にこのなんだろう、パーカーのとこのボールペンもらって、うん、すごく書きやすくてなんかお気に入りだったので、仕事で使ってくださいという。あら、いや、いいじゃないの。ちょっと実用的なものを選んでみました。めちゃめちゃ素敵や。実用的なボールペンいただきました。おお、いいな。ホットケーキミックスの粉とかで見てみ。え、なにこれ。待って、まだなんかわかんないんですけど、なにこれ。なんだろう。待って、これとまだあるんですけど、まずこっちから行く。なにこれ。からし高菜。え、なにこれ。まあそれはまず、それ漬物。漬物、まず一つと、とそれセットで。福神漬け、食べ物をもらえると思わなかった。カレーに、これやっぱクリスマスにちなんで、うん、クリスマスカラー色ってこと。うわー、そういうこと。赤と緑、怖っ。え、まだある。なんだなんだ。え、これ投げてたの俺ら。そうだよ。なにこれ、そばつゆ。
そばつゆ缶なんてあんの？らしい。何これ？そうです、めんつゆ。え、ちょっとここを動かして。ということは、うん、ということはこっちは乾麺そば。やっぱもうじき年越しも来ます。あ、年越しそばでございます。え、ちゃんとこれで年越ししますありがとうございます。よいしょ。お、箱っすよ。なんだなんだ、ちゃんと箱。あと箱ですね。え、ダンボールいきなりなんかもしかしてダンボール。いそんなマトリオシカみたいなあらあら、なんだなんだ。おおお、はい、なんだこれ。お、これはゲルクッション。あおおいうやつで、まだこれ体圧分散されるやつで、生卵の上乗っても、そう座ってもお尻が疲れないよっていう。あ、ね、いいっすね。おい、敷いてみて。どう？あ、え、なにこれ。え、普通のクッションと違う。違うでしょ。え、不思議。さあ、というわけで縁も竹縄ではございますが、うん、クリスマスパーティーはここまででございます。おい、響きスタイル。なんと、はい、これ今回で、今年のメンズの配信は終了らしいんですよ、うんうんうん、なるほど。なので今年1年 の、 その感想だったり感謝だったりを一人ずつ言っていきたいなと思います。はい、誰からいきますか。じゃあ伊藤からいきます。おい、はい、今年1年ありがとうございました。皆さんにご報告があります。もう3年前ですかね、うん、響きの事務所に最初に入った時は脅威が74で、うん、現在測り直したらですね、うん、90になりました。おお来年も自分の好きなことと、やれること精一杯頑張っていこうと思います。良いお年を迎えください。ありがとうございました。皆さん今年1年ありがとうございました。2021年ですかね。今年はもう本当にたくさんのことをやらせていただいて、人生初の経験もね、いろいろしました。なんか来年こそは、みんなね、健康な1年というかね、うん、ライブでも大声出していけるような、そんな、素敵な2022年になれたらいいなと思いますので、皆さんもですね、健康に気をつけて年を越してください。そしてまた来年も元気な姿でお会いしましょう。ありがとうございました。まずは今年1年本当にありがとうございました。いや、もうそうですね、先ほど森島さんも言ってたように、もういろいろね、初めてのことにも挑戦させていただきましたし、お周りの人からいろいろ教えてもらったりとか、また新たなことを学びを得る機会もたくさんありまして、いや、そうですね、あと筋トレの仕方とかも伊藤正弘くんから学んだりもしました。本当？いや、本当に。でも皆様もね、健康的にお過ごしください。良いお年をということで、ありがとうございました。はい、というわけで、このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひ気に入ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。お願いします。今日の担当は森島修太と真野匠と伊藤正弘でした。良いお年を。